こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。チップマンボ前に行きそうです。ハードパール、それに続いています。さらにはアクネスシューズ、1番ダンツシアトル、その後ろ先頭に戻りましょう。チップマンボ先手を取りました。並んで9番ロックデイ、グリーンアロー、すぐ後ろ、その隣にセプテンバーバージャン、エバーミラクル、すぐ後ろ、前に戻りましょう。先手を取ったのはチップマンボ、黄色の帽子ロックデイ、その後ろすぐ隣にグリーンアロー、その横にセプテンバーバージャン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はチップマンボ、ここで先頭が入れ替わりました。ロックデイ、チップマンボ2番手に控えました。セプテンバーバージャン3番手、1番ダンツシアトル、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。先頭変わってダンツシアトル、ダンツシアトル先頭、あと 200m ダンツシアトル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。サンフォードカレッジ食らいつく。ダンツシアトルもう一伸び。先頭はダンツシアトル、1着でゴール。ダンツシアトル1着、2着はサンフォードカレッジ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。テンビー前に行きそうです。リホノブルボ、それに続いています。さらにはエズード11番コマンダーインチーフ、その後ろデルニエランプルール、どうやら後方からの競馬では。前の方から先頭はリホノブルボ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。その外からテンビー、内からはエズード、その隣にコマンダーインチーフ、その横にユーザーフレンドリー、難度、そのうちに続いています。その隣にオペラハウス、その横にエルナンド、エンバイロンメントフレンド、この馬もこのグループ。その外からアップルツリー、並んで8番ホワイトマズル、これに続くのがアルカング、すぐ後ろにドラムタップス、最後方にデルニエランプルール。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。クラフトトリガー先手を取りました。その隣にブルーミングスピリッツ、すぐ後ろにエズード、その外からテンビー、その隣にユーザーフレンドリー、その横にナンド、黄色の帽子ミホノブルボ、いい位置につけました。その隣にオペラハウス、内からはエンバイロンメントフレンド、緑の帽子コマンダーインチーフ、その後ろすぐ隣にホワイトマズル。さあ先頭はまだ16番クラフトトリガー、ここで先頭が入れ替わりました。ブルーミングスピリッツ、クラフトトリガー2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ブルーミングスピリッツ先頭、差はほとんどありません。2番手はミホノブルボン、先頭を捉えるか。やはりミホノブルボン先頭だ。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はエズード、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着はオペラハウス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはエアーステン先頭、2番手はスノーピート、あと 200m エアーステン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。スノーピート食らいつく、エアーステンゴールイン、エアーステン1着、2着は微妙です。勝ったのはエアーステン。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った、チョカイライデン先頭、あと 200m チョカイライデン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。チョカイライデン先頭、オーロラポーション迫る、やはり強い。チョカイライデン1着、2着にはどうやらオーロラポーション、1番人気に応えました。チョカイライデン見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってイージートップシンボリレーサー先頭、2番手はウィンドフィールズ先頭を捉えるか。ミレニアムアカネいっぱいになった、残り 200m 先頭はウィンドフィールズシンボリレーサー、まだ後ろ、ちょっと厳しい。ゴールデンジャック追いすがります。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。アドマイヤメール1着、2着にはどうやらシンボリレーサー、見事に勝ちました。アドマイヤメール。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってサイコーブレイク、あと 200m 先頭はサイコーブレイク、アワチイメージ先頭です。このまま押し切るか。アワチイメージもう一伸び、アワチイメージ1着、アワチイメージ1着、2着はアメリカンベーブ、これはものが違う。アワチイメージ
京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは名将レグナム、神のクレッセ。この馬も好スタートを切りました。スイートビジョン、前に行きそうです。名将レグナム、それに続いています。さらには神のクレッセ、9番フレンチセレナード、その後ろウィルビーブルック後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。名将レグナム先手を取りました。その外にベジロパーマー、その外からスイートビジョン、内からは神のクレッセ。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。1番人気のベジロマックイーン、現在馬群の中ほどにつけています。神のクレッセ、前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはベジロパーマー、神のクレッセ、それに続きますソロウェルズ、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはライスシャワー、メジロパーマー、それに続いています。ソロウェルズ、そのうちに続いています。並んで1番名将レグナム、当選リズム、この馬もこのグループ。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。ここでソロウェルズ先頭に変わりました。まだ粘っています。スイートビジョン、ほとんど差がありません。メジロマックイーン、この位置は果たしてどうでしょう。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は当選リズム、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はメジロパーマー、メジロパーマー先頭、2番手はライスシャワー、残り 200m、 先頭はライスシャワー、一気に捉えるか。メジロマックイーン、メジロマックイーン、さらに突き放します。メジロマックイーン1着、メジロマックイーン完勝、メジロマックイーン1着、2着は微妙です。これが G1 馬だ、メジロマックイーン。